メイウェザーファイトマニー2000億の MMA やると思います。いや、やんないよね。だって負けるもん。メイウェザーは負けたら自分の商品、メイウェザーっていう商品の価値がかなり落ちるので、あとはそのダメージを取るようなエキシビションはやらないって確か記者会見で言ってた気がするんですよ。なんかパキアウトのエキシビションに興味ありますかと聞かれて、本物のガチのファイターとはやらない、体にダメージを与えないぐらいの相手でやっていくって言ってました。まあ、つまりあの楽の相手とエキシビションやる意味なんですけれども